こんにちは、木村です。今回はですね、ヘビーカバーゲームで使用する、P ラインをご紹介させてもらおうと思うんですけども、従来はね、スパイダーワイヤーのステルスっていうのをメインで、パンチングとフロッグ両方とも同じラインを使用していたんですけども、今年からね、新たな武器が追加されました。同じね、スパイダーワイヤーブランドのものなんですけども、これがウルトラキャストの、フロロブレードですね。でこちらが、ウルトラキャストのインビジブレードっていうものです。で、この2つ、パッと見た感じ色が違うだけなんですけども、僕はね、フロロブレードに関してはパンチング用で、ウルトラキャストのインビジに関してはフロッグ用に使ってます。てるわ。無フォールで一発でした。結構ソフトにプレゼンテーションしてもスルスルスルっと入っていってくれるっていうのがメリットですね。通常の PE の第2マの繊維の中に、ゴア繊維をこう一緒に編み込んでるんですよね。でそれによってですね、フロロカーボンにすごい近い比重でこうペタッと水面に張り付いた後にこう沈んでいくような、いわゆるシンキングラインになってます。でこれがなぜこうやってパンチングにいいかというとですね、パンチングの天敵って今までね、一番最悪だったのがやっぱ風なんですよね。っていうのも P ラインってどうしても比重が軽かったんで、打った後に風が吹いてる時とかってこう竿先から水面までの間のラインがこうどうしてもバーッとなびいちゃうと。でそれですごい手返しが落ちたりとか、一回り重いウェイトのシンカーを使わざるを得なかったんですけども、これに関してはね、しっかり水面にこうフリップしてルアーが着地した後にペタンとすぐにこう水面に張り付くように落ちてくれるんで、非常にこうスムーズに水中のルアーがコントロールできるということでですね、すごいこれが追加されることでパンチングがすごい画期的になったというか、手返しがすごく良くなって、パンチングだけじゃなくてね、僕の場合はライトテクサスでカバーを打っていったりとか、もしくは水中のカナダモドームですね、カナダモのシェードだったりとか、もしくはエビモを打っていったりとか、そういう時にもね、対応していけるので、ウェイトをね、一回り軽くしてもスルッと入っていってくれるっていうメリットがすごいあります。思いっきり引っ張るための PE でもあるんで、その切れる切れへんいうだけじゃなくてね、このごっつい針をしっかり口の中にかけて、でもう完全に主導権をこっちが握るためのもんでもあるんで、僕はこの釣りでは正直 PE 以外考えられへんっていうか、普通のナイロンとかフロールではもう正直話にならんちゃうかなと思ってますね。シャバせやで、今度のはがっつりヒッティング。これのメリットっていうのはね、まず第一に触ってもらったら分かるんですけども、すごいコーティングがなんかね、新品の状態だとちょっとネチャっとした感じがあるんですけども、このコーティングっていうのはね、すごい今までの PE ではありえないぐらい強いコーティングです。で低温でこう処理をして、しっかりこうコーティングを染み込ませてやるようなラインなんですけども、
距離がねもう全然違います。普通のピーと通常のピーラインってこうどうしても素材がね柔らかかったんで、キャストの時にこうレベルワインドにこのレベルワインドの穴にねこうラインが詰まってこうぐるっと巻き込んでバックラッシュしてカチンって止まるような現象が多かったんですけど もうこれに関してはね結構触った感じすごい硬いフィーリングがあるので、もうフロロ以上にねブレーキのセッティングを弱めでセッティングしてもうフルキャストしてもそれでもすごいスムーズにスポーンと飛んでいくんで、まあ、あくまで個人的なフィーリングですけども、まあ、大体 1.2 倍ぐらい飛距離が伸びたかなっていう感じで、このね僕が使ってるフローガーのパトリアク XT なんですけども、まあ、これのねブレーキ設定としては僕は中の遠心ブレーキですね、これは一つだけ外に開くように開けてます。でパトリアク XT で2つブレーキシステムが同時に搭載されてて、まあ、マグネットブレーキっていうのもねこれには搭載されているんですけども、この表側のマグネットも1ですね。個人的にはねすごいこのインビジに関してはコーティングがね長持ちするっていうことで結構巻いたらしばらく使えるっていうのもいいとこじゃないかなと思います。よっしゃ、よっしゃ、これでかいわ、気持ちいいでかでったの今の、そんなめっちゃでかないけど最高に気持ちいいでかさでしたね。面白すぎです。キャストした後にこう軽く引っ掛けるイメージ、クリクリってこうちょっともうラインが落ちる前に巻き出してるんだよね僕の場合。まあ、それでこう魚いるところの向こう側にルアーを落としてこうラインでこう釣りたい位置にきっちりここっていうところを定めてライン落とす。まあ、この時に結構インビジみたいなこれ結構白く見えるんで、まあ、割と肉眼では見やすいんですけど、この視認性の高い糸を使うことですごい通してくるコースの微調整っていうのがしやすいんですよね。なんで割とこうダーク系のカラーよりかは僕はフロッグに関しては結構派手な色でラインでコースを作るっていうイメージで、まあ、そういう意味でもこのインビジっていうのはすごい前から海外から取り寄せて使ってたよぐらいの出来合いぶりなんで僕は。まあまあでかいかこれ、よし引き読むなこれ、これはピーじゃないと取れへんでしょ。もうこれぐらいね一気に引っ張って目隠しちゃえば暴れないと。ういー